ようこそエナシップ TV へ。 世界で一番脱炭素に熱い男、雄大です。今日はこのニュースで参りたいというふうに思います。バイデン大統領が中国をライバル視、 EV 競争の加熱。現地時間18日、バイデン大統領がミシガン州の自動車メーカーフォードの工場を訪れ、スピーチを行いました。アメリカの現状を捉え、今この瞬間 EV 戦線でリードしているのは中国だと述べた衝撃的な演説。だがしかし、ここにアメリカというものを、その強さを見た気もしました。そしてこのスピーチ自体が日本では日の目を見てですね、取り上げられていない要素も多い、目の覚めるような内容も含んでいたこともあり、この内容をですね、ぜひ皆さんにお届けしたいと思いですね、動画にしました。とともに、このですね、スピーチの主語、これをですね、アメリカから日本に置き換えても成り立つのではないかとも思いました。The USA is back という表現、これはですね、僕らもこの脱炭素競争に打ち勝ち、 Japan is back と言いたいじゃないですか。なので、講談はですね、そうした部分、日本に置き換えながら皆さんにも問いかける、今日はですね、そんな動画にしていきたいというふうに思います。ということで、今日は1、バイデン大統領がもう自動車は EV の時代だと述べた部分、ここをご紹介し、2、バイデン大統領が中国をライバル視した部分、ここにですね、日本としてもしっかり見るべき現実があるので、そこをお伝えし、3、バイデン大統領がアメリカ国民に投げかけた強烈な自国回帰主義、こちらをご説明し、4、バイデン大統領が述べた気候変動に取り組む理由、この本質をご紹介した上で、5、バイデン大統領の締めの熱いメッセージ、こちらでですね、今日の動画締めたいというふうに思います。では参りましょう。1、バイデン大統領がもう自動車は EV の時代だと述べた部分、ここから解説したいというふうに思います。このですね、ミシガン州で行われた演説なんですが、長い前置き結構長かったんですが、こちらがあってから中断で本題に入ります。バイデン大統領ですね、フォードの工場ですね、訪れ、アメリカではですね、みんなですね、結構乗る場合ピックアップトラックというタイプの車があるんですが、それのですね、 F150 シリーズ、これがですね、 EV 版になったとして、バイデン大統領はですね、実際にこの EV ピックアップトラックに乗りました。そんなところを踏まえてですね、 EV の視察をして、その技術を見たから始まるこのスピーチのセクション、続いてですね、いきなり本質に入ります。これ日本もですね、よくよく聞いておいた方がいい、そういうフレーズになってきます。見てください、これです。ドン。 Look, the future of the auto industry is electric. 自動車産業の未来は電気なのだ。そして There is no turning back. それがガソリンに戻ることはない。アメリカ大統領がこのように明言しています。この事実はですね、大きいと思います。もう EV なんだと。EV から戻ることないんだということですね。そして、ちゃんと考えなくてはならないのは、この競争に勝てるのか、それとも負けてしまうのか、こうした車や蓄電池を自分たちで作るのか、それとも他国に委ねるのか、ここを真剣に考えなくてはならないと、バイデン大統領、アメリカ国民に問いかけます。これ、まさにここです。日本も全く同じ問い、これと真剣に向き合わなくてはならない、このように考えさせられる言葉ですが、この後の一言が衝撃的です。ここから2、バイデン大統領が中国をライバル視した部分に入ります。見てください、この一言。これですね、なんて書いてあるか、今このレースをリードしているのは中国だと言ってるんですよ。きっとですね、中国以外の国、これですね、誰もが目を伏せたい事実だからでしょう。その後にですね、 Make no bones about it、 ためらわずに言おう、こう言ってるんですね。その後に言った言葉、 It's a fact、 これが事実だ、これが現実だ、そういう言葉です。これ要はですね、中国が EV のレースリードしてる、これが現実だと言ったんですね。繰り返しになりますが、これを言ったのは中国政府の人でもなければ、単なるジャーナリストや評論家が言ったのでもありません。アメリカのトップ、アメリカの大統領が事実としてアメリカの民衆に突きつけたこと、それが EV 競争でリードしているのは中国だという内容です。もちろん EV というのは車だけを意味しません。蓄電池や半導体、ないしですね、市場、そういう全てを含んでの発言であるというのがこの後わかりますが、ここにこそですね、本質があります。巨大なマーケットを自国内に持ち、基幹部品となる蓄電池の製造もシェアナンバーワンの企業を国内に持ち、そして EV の新興企業も多く抱える。その事実をしっかり捉え、テスラというですね、EV ナンバーワン企業を国内に持ちながらも、なお、そうした周辺状況も含めて、中国がリードしているという状況判断ができる。これがアメリカだなと思わざるを得ません。そしてですね、この状況、
アメリカが述べているのであれば、いわんや日本を取り巻く状況をやです。EV 競争において、日本がこれから勝っていこうとしたときに、こうした周辺状況に恵まれた中国、ここにですね、勝っていかなくてはならないということです。さて、スピーチに戻りましょう。バイデンの中国票はまだ続きます。ドン、こちらです。こちら何言ってるか。かつて研究開発ではアメリカが世界で一番投資をしていたのに、今や中国が1位となって、米中のですね、地位が逆転したとですね、そういうふうに述べた後に、未来を決定づけるものが何かということ、そこにですね、言及しています。それが蓄電池。新しい蓄電池でブレイクスルーを生み出したもの、それが未来を決定するとバイデン大統領は言っています。そう、蓄電池なんです。再エネはあくまでも電力の手段。先日の論事動画でも言いましたが、エネルギーをどのように固定化するか、ここがですね、本当に肝なんです。続けましょう。見てください。このフレーズです。これなんて言ってるか。ここでですね、中国の国内市場にバイデン大統領言及しています。世界で最も大きく、そして成長が早い市場を中国は有していると述べた上でですね、蓄電池にまた言及。現在、車載用蓄電池の製造能力の 80% が中国にあると述べてます。だが、フォード F150 ピックアップトラックは国内生産だとも一言加えつつ、はい、次行きましょう。見てください。こちら。このようにですね、中国が生産拠点をドイツやメキシコなどにも設けていることに危機感を表明しました。欧州がですね、中国 CATL を自地域内に招き入れているのとは対照的な、まあそういう内容のスピーチになってますが、それだけですね、アメリカ国としての危機感があるのでしょう。中国がアメリカの EV 市場を視野に入れていることについても、ちくりと最後述べています。このようにですね、めちゃくちゃ冷静に中国の力、こちらについてアメリカ、バイデン大統領、陸量分析をしてきています。そしてですね、これを前振りに、アメリカがどうしていくべきか、ここの論点に入っていきます。ということで、3、バイデン大統領がアメリカ国民に投げかけた強烈な自国回帰主義、こちらをですね、見ていきたいというふうに思います。ここから始まります。見てください。この内容なんですけれども、ここはですね、もうですね、日本としてもですね、実感するべき内容なのかなというふうに思います。これ何と言っているのかというとですね、世界はものすごい速さで成長しているというふうに言ってます。そして、彼らはもうアメリカの先を行っていると。そしてですね、アメリカを待っていてはくれなどしないとも言っています。これですね、日本にもそのまま置き換えたいと切に思いました。このですね、覇権争い。脱炭素という産業構造転換におけるめちゃくちゃ重要な競争。ここにおいてですね、世界は待ってくれなどしないと、そういう話なんですね。デジタルを抑えているアメリカですら、この通りの危機感なんです。もっとですね、日本も危機感を持たないといけないと思うんです。そしてですね、今ですね、お見せしたスピーチの部分の後段が秀逸です。なんと言ってるか。政府、労働者、産業、これらが皆一緒に協力して立ち上がらなければならない。そしてその方を我々は知っているという形で言及をしています。日本も同じです。まだ高い技術がギリギリある。人もいる。そうした総力を結集してやっていかないといけないのだというふうに思います。またちょっと逸れちゃいましたが、バイデンスピーチに戻ります。続けてこのように言います。バイデン大統領、見てください。この部分です。何と言ってるか、EV について新たなペース配分を決めるのだと。そのためのアメリカ雇用プランであり、3つのことをしなくてはならない。1つはインフラを変えることだと。そしてですね、このように続きます。見てください。こちら中何言ってるか、道路などのですね、インフラ整備に加えて、まあ、ここが EV の論点に入っていくんですが、50万もの EV 充電ステーションの導入、これをやっていくのだというふうに言った上で、次、こちらに移ります。2つ目として、製造業の能力を向上させるのだ。そしてクリーンな自動車の製造を加速させていくのだと。そのために様々な施策を展開するのだと言っています。そして次こちらに入ります。研究開発に最大の投資をしていくと。それによってサプライチェーンを自国で形成することができる。その対象は蓄電池、半導体、そしてマイクロチップ。それによって EV を形成することができると。そしてですね、こう言うんですよ。これによって何が実現できるのか。アメリカで作られたクリーンな自動車を消費者が購入することができる。すべての部品はメイドインアメリカでなくてはならない。とこう言ってるんですね。すごいですよね。強烈に自国生産回帰なんですよ。ただ、産業競争が熾烈な中、かつですね、グローバリズムが停滞し、自国第一主義になる中、これはですね、致し方ない方向性だというふうにも私感じます。日本もですね、国内回帰を進めるべきだと思いますし、実際にですね、そうした動きが出てきています。それがですね、結果的にリスクを最小化することにつながる時代、そういう時代になってきたのだというふうに思いますし、これはですね、国家レベルでもそうですけれども、各企業レベルでも考えるべきことなんじゃないかなというふうに思います。これが今の世界のトレンドだということですね。
さて、そしてですね、いよいよバイデン大統領のスピーチの、まあ、締めの方向に入ってきます。最後のですね、締めに挙げたテーマはやはり気候変動なんですね。しかしなぜ気候変動なのかの裏側にある思い、ここをですね、バイデン大統領が解説をします。ということで4、バイデン大統領が述べた気候変動に取り組む理由、この本質をですね、ご紹介したいというふうに思います。このセクションはですね、この言葉から入ります。これなんです。The world is not waiting, I say for a second time. 世界は待ってくれない。こう言ったんですね。これ2回目なんですけども、このスピーチの中で。なぜか、それはですね、ここの文脈においては気候変動が待ったなしだからです。その気候変動について、バイデン大統領、このように言います。見てください。この通りです。はい。これですね、何と言ってるか。私が気候危機について考えるとき、もちろん生活への被害や地球という星の安全などを考えるとして、自分が考える論点は雇用だというふうに言ってるんですね。意外な論点ですが、これがバイデン大統領、それないしはアメリカ政府の本音でしょう。そしてですね、このように続けるんです。ここがですね、彼の政策がグリーン成長戦略と、まあ、位置づけられるゆえんでもあります。見てください。この部分です。これ何と言ってるか、もし気候変動に対して地球を守るべく行動すれば、何百万もの十分な給与水準の雇用を生むことができる。それが大きな経済成長を生み、そして人々の生活水準を上げる機会の創出にもつながる。こう言ってるんですね。裏を返せば、それだけですね、この脱炭素化という構造転換はチャンスに溢れているのであり、このチャンスをものにしたところが経済的に浮上する、そういうテーマであるということです。気候変動というものは雇用を生むんだ、成長になるんだということ。だからこそバイデン大統領は気候変動というのを掲げているんだ。当然、地球の属性というのも考えるけどね、そういう話なんですね。そしてですね、スピーチの中では、それは自国民であっても、世界の誰であっても、ということを言っています。アメリカ大統領がここまで明示してくれたわけです。脱炭素、気候変動対策の本質を。ここがですね、まさに本質だと思います。おそらくですね、アメリカでもこの本質を理解していない人が多い。だからこそ、バイデン大統領は、その理由を明示的に言ったのだと思います。世界で脱炭素の方向に動いている、金が動いている、ここにも、気候変動脱炭素に取り組む。これが雇用政策であり、経済政策なんだということですね。ここをですね、まさに脱炭素熱の低い日本社会が理解すべきだというふうに思います。いずれにしても最後参りましょう。5、バイデン大統領の締めの熱いメッセージ。それはですね、この言葉で始まります。見てください。ここです。世界に知らしめたいことがある。アメリカが戻ってきたということを。21世紀の競争において、その未来はアメリカという地において切り開かれるのだと。そして次こう言うんですね。ここ何と言ってるか。アメリカに諦めの荷物はない。自分はいつも言ってきたのだ。アメリカを外した賭けが成功することなんてない。絶対に、絶対にだ。そしてこう言います。これがアメリカだ。我々が手を取り合って協力をすればできないことなど一つもない。それがまさに今から我々が全員でやろうとしていることだ。熱いですね。めちゃくちゃ熱い。でもですね、これこそ主語をですね、日本に置き換えたいと私思います。日本政府にですね、外務省にいた頃からずっとですね、これが日本だというのを示したい。そういうふうな思いでですね、やってきました。大臣のスピーチでもですね、外務省のホームページのメッセージでもですね、私ずっとですね、起案するときはそれを書いてきました。今でも外務省のホームページに残ってるというふうに思います。この脱炭素競争に勝って世界にですね、日本が戻ってきた。そう知らしめたい。21世紀の競争は、日本において未来が切り開かれるのだと。日本に諦めの荷物はない。日本を外した賭けで成功する賭けなんてない。絶対にだ。それが日本というものだ。それが大和魂だ。日本全体が手を取り合って望めばできないことなんて一つもない。こう言いたいんですよね、私。特にですね、EV のセクターなんて本当にそうだと思います。このバイデン大統領のスピーチの中ではですね、中国が一番リードしてるなんていう風に言われてます。で、アメリカがまだ追随なんていう話で、まあテスラもありますからね、そういう構造ですよ。フォルクスワーゲンも来てますが、日本だってこれですね、本当にみんなで手を取り合ったらですね、勝てると思うんですよ。本当に勝たなきゃいけない。バイデンスピーチにですね、感化されましたが、本当にそう思います。絶対にですね、この脱炭素競争に日本として勝ちたい、切にですね、私そう思います。いずれにしてもですね、今日はこの一言でまとめたいというふうに思います。バイデン大統領が2回もですね、スピーチの中で使ったフレーズを借りて、The world is not waiting. 世界は待ってくれない。